はい、どうもありがとう。準備できたと思います。はい、皆さん、こんにちは。エルハフィロトフィと申します。立命館グローバルイノベーション研究機構の、助教です。で、まあ、今日、ロボティクスの開発の、まあ、作戦とツールについて、話したいと思います。まあ、みんなもちろん、ロボティクス大会に参加してる、またはしたいので、もう分かったと思う。ロボットはとても複雑。開発も複雑。センサー、いっぱい入ってる。だから、まあ、知識、いっぱい必要。で、例えば、先の、プレゼン。シグバースは素晴らしい、それで面白いシミュレーションできます。それでシミュレーションの大会に参加できますが、まあ、今みんなと一緒にチュトリアルして2時間ぐらいかかって、で、まあ、それは1台。あと、チームの中に、例えば人数、まあ、10人ぐらいいれば、あれ2時間かける、10人。で、その10人は、まあ、2つ機械持ってるかもしれません。デスクトップとパソコン。またかける2。で、まあ、それは1つロボット、1つの大会。チームはよくいろいろなタスク、いろいろなチャレンジに同時に参加しますね。またかける2倍、3倍。で、急にコンプレクシティは爆発する。だから、作戦が必要。計画が必要。で、もちろん僕は5年前、大会始まった時、まあその知識全然なかった、友達と参加して、ちょっと気持ちで頑張って徹夜しながら、まあ、賞を取ったんですけど、ちょっと、その後、まあ反省して、で、あ、もうその徹夜したくない。まあ次、ちゃんと開発の作戦考えよう。で、ツール作ろう。だから、まあ、さっきのセットアップ、シグバースのセットアップ考えたら、まあ、10人ぐらいでセットアップしたら、急にマンパワー、1週間ぐらいなくなっちゃう。で、それはセットアップだけで、メンテナンス、また1週間なくなっちゃうかもしれません。で、まだ全然、開発してないですね。大会のため。ただ、セットアップした。だから、それしないように今日僕と、まあ、僕の、大会のチームの経験を、まあ、シェアしたい。で、うちの作戦とツールを紹介します。で、もちろん僕たちの、まあ、開発仕方とチームマネジメントのやり方、100%正しくないかもしれませんですね。ですけど、もう5年、毎年連続で、まあ、大会の賞を取って、だから多分、僕らのやり方は悪くないと思ってます。で、まあ、それを紹介して、で、まあ、質疑の時、または、まあ、将来 大会の時、もっと、他のチームのやり方聞きたい。だから、僕の今日のプレゼンで、ちょっとコミュニティの中に、まあ、ディスカッションまあ、出したい。ね。だから、これから、まあ、みんな、自分で作戦を考えて、ツール開発して、で、コミュニティとして、もっと、面白いツール、面白い、もっと効率的な、やり方、みんなと一緒に、考えたいです。OK? この発表は、まあ、その目的です。はい。で、まず、ちょっとテスト、まあ、プレゼンテーションのチェックリスト確認したい。多分みんなも僕の声聞こえると思う。画面も見えます。僕のポインター、見えますか？ちょっと待って。ロトフィーと申します。立命館大学の専門研究員です。ビデオの音聞ロこトえるフィーかな？とこれ。申します。立命館大ポ学インロトフィーターは、と。ポインター出てないですね。あ、出た。OK。これ、みんな見えますか？スペシャルエフェクト。OK。ありがとう、先生。はい。じゃあ、やりましょう。これで、安心にできます。まあ、まずは目次ですね。まあ、このプレゼンは、キスでやります。キスは Keep it simple and stupid。OK? だから、まあ、オーバービューします。もっと詳しく質問とか、まあ、ことを知りたければ、後で質疑。理由は、まあ、みんなの、経験のレベルわからない。あともう一つ大事な理由があります。
日本語そんなに上手じゃないので、そのスライドちょっと説明できるかどうか、わからなくて、だから、まあ、みんなご協力お願いいたします。今日は90分日本語で初めてなので、はい。トラブル、まあ、困ったら手伝って、教えて、手伝ってください。はい。で、まず、ちょっと自己紹介。で、僕の自己紹介と、チームの自己紹介。で、大会の、チャレンジ。リアルワールドの大会のチャレンジと問題を紹介したい。やっぱりツール開発するため、まずその大会、その、問題、ロボティクスの問題をちょっと理解しないといけない。で、みんなロボックプラットフォームのシミュレーションですけど、もちろん、シミュレーションから、リアルワールドインパクト、まあ、やりたいですね。で、だから、今日僕はそのリアルワールドのチャレンジを、その5年前、からの、国際な大会、参加した国際な大会の、まあ、紹介します。ちょっと、それちょっと30分になるかもしれませんですけど、大事だと思います。で、いっぱいビデオ入れたら、面白いと思います。で、その次、まあ、大会参加してから、まあ、反省していろいろツール開発して、で毎年そのツールを更新して、で、これまあ、紹介したい。で、最後に、まあ、今行っているプロジェクトをこれからやりたいことも、紹介します。もっと、細かく、見えば、まあ、まず自己紹介と、まあ、僕のまあ、一般的に僕の研究をオーバービューします。で、ロボティクスチャレンジの、について、チームナイスティッツパナソニックの、まあ、サクセスストーリー、その5年前の、生まれたチームのストーリー。で、具体的にどうやって僕らは HSR 使ってます。みんなロボコプラットフォームに参加するので、やっぱり HSR で開発しますので、まあ、ちょっと僕らの具体的にどうやって HSR を使っているか、ちょっと面白いと思っています。で、次、まあ、そのツール、そのリクワイメント、条件、何が必要、で、どうやって実装した、で、あと、ツールだけではなくて、人間もちょっと管理しないといけないので、どうやってマネジメント、まあ、人間のマネジメントしますか、それも紹介します。で、最後にさっき言った通りに、そのこれからのエフォート、特に HSR コミュニティのソフトウェア開発、環境のワーキンググループの、今、まあ、行っている研究とプロジェクトを紹介したいです。はい。じゃあ、まず軽く自己紹介。まあ、エルハフィロトフィと申します。もう31歳ですね。実はベルギーから来ましたが、モロッコとベルギーのハーフです。日本にもう、まあ、6年前に来た。で、まあ、英語と日本語、まあ、大体できるんですけど、母語はフランス語。まあ、なんかちょっと冗談すれば、まあ、ソフトはベルギーと日本、ハードは、ベルギーとモロッコです。はい。で、もうちょっと真面目に紹介すれば、僕はベルギーの、ルヴァン大学を、卒業して、まあ、その時メカニクスとメカトロニクスを勉強してたね。で、その後、ビジネスマネジメントの、訓練、1年の訓練して、で、同時に、発色、ビデオ発色の会社で、働いていました。で、2014年に、まあ、日本に来て、奈良先端大学で、ロボティクスの博士号を取って、で、卒業、してから、立命館大学、まあ、立命館グローバルイノベーションの研究機構、に入りました。で、まあ、去年から、トヨタ HSR コミュニティのため、まあ、スペシャリーアポインテッドリサーチャー、まあ、仕事をやっていますと、パナソニックロボティクスサーブのために、まあ、リサーチャーアドバイザーフォーロボティクスコンペティション。結構、経験、大会の経験をできたので、最近の、まあ、そのアドバイスできます。で、2016年、から、まあ、ずっとティームナイストリッツパナソニックのグループリーダー、として、まあ、開発していました。はい。だから、まあ、大体すべてロボティクスです。はい。で、
まあ、僕の研究はと、まあ、ここの立命館の、まあ、本当にあの一般が、オーバービューすれば、実はあのうちの研究機構にはあの AI とセミオティクスというプロジェクトがあります。で、3つの目的がありますけど、僕はあの集中している目的は、まあ、英語で言うんですけど、Developing a theory of machine learning methods that enables a robot to learn a variety of knowledge through daily life,daily human-robot interaction. だからあの、ロボットとインタラクションしながら、まあ、いろいろな知識、まあ、機能、学習あのさせる、ラーニングさせるね。はい、で、まあ、昔ね、すべてのロボットは結構ルールベースで、動いていましたが、最近、ディープラーニング、スーパーバイズ・ラーニングのおかげで、すごいエキスパート、ロボットはあの、まあ、できて、で、そのロボットはあの、狭いタスク上手にできますが、いつもなんかいっぱいいっぱいあの、データが必要。でも結構そのタスク結構上手にできます。時々あの人間により上手にできます。でもやっぱりあの一般的なタスクまだできない。まあ、みんなあのロボットプラットフォームに参加しますから分かってますね。あの、サービスタスク、一般的なタスク、人間とインタラクション、ロボットはまだ上手にできない。で、やっぱりそのためにあのその general purpose ロボットのため、例えば新しいあの、アルゴリズムが必要で、例えばあの unsupervised learning とか、まあ、教師なしラーニングとかであの human robot interaction とか、まあ、まだまだなのであのもっと開発で新しいアルゴリズムを考えないといけない。はい、で、HSR は、まあ、そのために HSR であの、まあ、開発したら、そのすべての HSR のセンサー、情報、観察、まあ、モデルにあのまとめて、で、そのモデルのアウトプットで新しいあのインタラクションサービス、作りたいですね。まあ、それ僕の目的で、多分、ロボクバトームのみんなの目的だと思います。大体。で、僕のボスは、谷口忠宏先生は、まあ、こういった、僕たちの、まあ、多分、ロボティクスのコミュニティの、まあ、アルゴリズム、アイディアをテストするため、評価するために、やっぱり、リアルワールドインパクトが必要。で、そのリアルワールドで、まあ、試してみるために、やっぱり、大会がすごい機会です。だから、研究しながら、大会で自分のアイディアをチャレンジしないといけない。だから、ここで、立命館大学でも、チーム内スイーツパナソニックの中に、HSR ソフトウェア開発、環境ワーキンググループの中にも、まあ、こんな目的で、よく、大会に、まあ、毎年大会に参加します。はい。まあ、それ、僕の自己紹介です。で、これから、ロボットの、チャレンジを紹介したい。5年ぐらいの間、まあ、最新の、ロボットの大会紹介したいです。で、紹介するため、チームナイスリツパナソニックのストーリーを、話します。はい、じゃあセクション2入ります。2016年、チームナイス生まれた。で、その時、4人、外国人4人、日本代表、スウェーデンにいて、で、そこで、アイクラ、一番大きなロボティクスの学会ですね。まあ、そこで、チャレンジして、まあ、Airbus Shop for Challenge という大会に参加しました。で、その時、4人。で、奈良先端大学だけだった。で、さっき言った通りに、その時、開発作戦あまりなかった。まあ、みんなもちろん知識、いろいろ勉強してて、大体みんな、PhD の学生だったから、結構経験持ってたんですけど、まあ、こんなる、大会のレベルは初めてで、ちょっと気持ちで行きました。で、その大会の目的は、飛行機作るための、
フューズレージュに穴開ける目的だった。だからロボットは、自動でオートノミスで、その穴の位置、認識して、で、綺麗にあの精度、高い精度で穴開ける目的だった。で、まあ、この動画で、あの、4つの動画で、あの、その、体感の環境の、まあ、見えると思います。で、すごい頑張って、あの、まあ、徹夜しながら、あの、コードいっぱい書いて、いろいろトラブルがあって、あの、やっぱり、あの、デブ不足だったから、あの、バックアップあんまりなかった、あの、情報なくなっちゃって、データも大変だった。大変だった。でも、なんとか、気持ちでなんとか、まあ、優勝した。とても、まあ、もちろんみんな嬉しかった。で、それで、いろいろ始まった、実は。で、日本に帰ってから、実は結構インパクトがあった、あの、アイクラだったので、パナソニックさんは、その、4人の外国人の、日本代表の外国人のプレスに、あの、気づいて、あ、なんか面白い。その人と、あの、また大会に、あの、参加しよう。思って、で、次、あの、Amazon Robotics Challenge、あの、2017年で、みんな、あの、ロボカップやってるので、名古屋だったら、あの、ロボカップと同時にですね、多分、その時みんな同じ場所で行ってたと思います。で、急に4人から20人。で、機構も2つ、オーガニゼーションですね、奈良先端大学とパナソニックさん。急に、あの、なんか、チーム大きくなって、で、さっき、マノア、アワー、の話ね、考えたら、急に、20倍セットアップしなきゃ、ね。20人の同じロボットで、開発しないといけない。で、コミュニケーションも、機構のルールが、急にすべて、大変になって、まあ、コンプレクシティ、爆発して、だから、スウェーデンの後で、まあ、経験で、いろいろ考えて、で、OK、Amazon Robotics Challenge に参加しますけど、今回、ちゃんと、開発の、プランが必要。で、ツールが必要。で、その時、Git とか GitLab とか Docker とか、あとで紹介するツール、その時初めて開発して、で、使いました。もちろんその時そんなに上手じゃなかったけど、毎年改善して、で、今はとてもステーブルになった。で、その時はチャレンジの時、アイテムのマニピュレーション目的だったですけど、でもそれだけではなくて、アイテムの認識も大事だった。で、みんな、ディープラーニングで結構上手に認識できますが、でもそのため、またデータ、ね、さっきの話、データが必要。で、Amazon は毎日、5万、新しい物体、来るらしい。だから、データあまり取れない。そんな時間がない。そんな余裕がない。だから、大会の時、アイテムの半分は未知だった。データなかった。だから、ディープラーニングだけのソリューションは、ダメだった。こんなチャレンジだった。また、その、映像で、ちょっとその環境の、まあ、雰囲気は、わかると思います。で、その時、ファイナリストプライズを取りました。で、結構、僕たちのツール、なんか、初めてだったけど、まあ、ファイナリストプライズを取って、もっともっと、その開発、やり方、改善したかった。で、次のチャレンジは、WLS、Future Convenience Store Challenge。やっぱり、Future Convenience Store Challenge と Amazon Picking Challenge、ちょっと、似てたので、で、WLS 日本だから、ちょっと日本で、ホームで、戦いたかったね。で、今回、結構、3つ。ナイフと立命館とパナソニック。人数また20人ぐらい。でも3つのオーガニゼーション。だからまたコンプレクシティがちょっと大きくなる。で、そのチームのコンプレクシティだけではなくて、ロボットもね、開発して、ロボットの、まあ、機能、まあ、モデルもだんだん複雑になりますね。だから、いろいろなコンプレクシティを管理しないといけない。で、WLS の Future Convenience Store Challenge は、多分みんな知ってると思いますが、3つのタスクがあります。接客タスク、Customer Interaction タスクと、陳列タスク、アイテムの整理のタスクと、トイレットの掃除。
だから、チャレンジも、もう一つタスクじゃなくて、今回三つのタスク。チャレンジのコンプレクシティも大きくなる。ね。ちょっとコロナみたいですね。エクスポネンシャルです。だから、すごくなんか、まあ、作戦を考えないといけない。で、まあ、その時、参加して、HSR を用いて、結構面白い、接客タスクを、まあ、出して、で、ロボットは、教師なしで、場所についての概念を理解、観察から場所について概念を理解して、で、その知識で、キャストも客さんとインタラクションして案内できました。で、こんなデモを出して、で、それで、また実はそのタスク、接客タスクを、優勝しました。で、去年WRS2020 年の、Future Convenience Store Challenge のトライアルズに参加しました。で、またまあ、機構3つ、メンバー、20人でタスク3つ。だからそれ、そんなに変わらなかったけど、でも、ロボットまた、もっともっともっとなんかでき、いろいろできるので、ロボットの、まあ、コードベースとか、まあ、機能システムセンサー、もっともっと複雑にだんだんなってる。で、また3つのタスク、それ半年前、接客タスク。で、その時、教師なしで場所が、学習した場所概念、定員学習でシミュレーターからいろんなシミュレーションの、シミュレーターのレイアウトからリアルワールドへ、転移、してみました。で、そんなデモを出しました。で、2位取った。あと、トイレットの掃除、それ教師ありで、ディープラーニングのシステムで、いろいろゴミを認識して、まあ、きれいにトイレを掃除して、で、その時、また2位取った。で、最後に、新しいロボットで、すごい、もっとモバイルなロボットで、すごいきれいな陳列タスクを、出して、で、まあ、みんなのエフォートのおかげで、1位取った。だからまた連続にまた賞を取りました。で、まあ、大会みんな今回シミュレーションですけど、リアルワールド大会に参加したらこんな形で結構なんか、自分の研究、自分のまあ、アピールできますね。お客さんにいっぱい来るので、とても面白いと思います。で、はい。今日、また WLS に参加する予定なので、まあ、次また Future Convenience Store Challenge で、まあ、すごい複雑なロボット、まあ、3つロボットがあります、実は。で、すごいでかいシステムを今、メンテナンスしなきゃ。だから、もともとその開発の作戦と開発ツールを、大会に参加しながら開発しないといけない。で、今回の、まあ、またデモを出して、で、まあ、この映像で見えると思います、ロボットは3台、全く違うロボット、コードベースもちょっと変わってますが、開発のシステムは同じです。だからみんな同じの作戦、同じの開発仕方で、3つのロボットをいろいろなフレームワーク、いろいろなOS、で、開発できます、はい、じゃあこの、動画はチームの分析もまとめます。
で、それで、ちょっと早かった。どうやって具体的にあの HSR 使ってます。今までちょっとあのチャレンジを紹介しましたが、どうやって僕たちはあの、HSR 使ってます。これはあのコンビニのコンテクスト、環境ですね。でも多分ホームロボティクス大体同じ。あのロボット人間あのいます。で、ちょっと一般的なタスクやらなきゃ。で、コンビニ考えたら、まあ、客さんがいる、スタッフの方もいる、で、まあ、そのマネジメントの人もいます。で、みんななんか目的違いますですね。多分、客さんはちょっと自然なインタラクションやりたい、スタッフの方は、あの、簡単な操作やりたい、で、マネジメントは、まあ、リモートとかで今コロナで、あの、ロボットの、あの、マネジメント、やりたいかもしれませんね。で、僕たちは HSR で、バーチャルの環境からリアルワールドへいろいろの、まあ、ごめんなさい、もう一回言う。バーチャルの環境の中でいろいろの理解して概念をあの学習して、で、それあのリアルワールドへ、移動したり、転移したりですね。それは一つ。そしたらあの、シミュレーションのおかげでリアルワールドの中にインパクトできる。で、まあ、そのために僕たちはあの、R ジャイロで、立命館研究機構で、あの、よくあの、グラフィカルモデルを、使ってます。で、ベージアンの、プロバビリティの、まあ、数学で、観察、ミルティモダルの観察をまとめて、で、それで、ボトムアップで、概念を理解します。で、特に僕たちはあの、場所についての、概念を、その場所を例えばの、まあ、位置とか名前とか、を、ボトムアップで、理解してみたい。で、まあ、それ、あの、そのモデルから一つの環境の中でいろいろ観察していろいろ理解してから、やっぱりあの、同じように別の環境でできるじゃないですか。でも、まあ、リアルのワールドの中に結構難しいので、いろんな、いろいろなあの、シミュレーションの環境から、いろいろ観察して、で、最後に、リアルワールドで、リアルの、コンビニエンスストアチャレンジ、まあ、コンビニエンスストアの、あの、店の中に、すべてあの、転移したい。例えば、この3つの、シミュレーターの中に、結構シミュレーション使ってる、あの、僕たち。ロボットは、まあ、自分で、アクティブエクスプロレーション、あの、自分でパトロールとか、あの、まあ、散歩にして、で、その、あの、散歩しながら、あの、観察して、データ貯めて、それで、あの、モデル回して、あの、いろいろ概念を理解して、で、これ全部まとめたら、リアルワールドに、あの、リアルの概念を理解できるかどうか、あの、WRS で、こんなデモを出してみたい。出して、あの、出したで、また出したいです。はい。で、あの、その、ミルティモダルの、ことは、例えば、あの、2D イメージの、まあ、フィーチャー、特徴、または、まあ、信号の、ウォーズ、ユーザーのウォーズ、ロボットの、位置、マップの情報、テキストの情報、または、あの、3D の特徴。で、こんな、これシミュレーターの中ですけど、これちょっとあの、デモ、まあ、そのシステムのデモ、最初ロボットはあの、トイレを見て、で、またあの、観察足りないので、いろいろな概念混ぜてる、精度低い。でも、だんだん、あと、あちこち行って、観察して、で、あの、シミュレーター、他のシミュレーターのレイアウトからあの、持ってきた知識で、その、今の、環境の中で、だんだん、ちゃんと、場所を、の名前を理解、します。だから、だんだんその、場所のディスティビューションの、文法を、だんだん、あの、正しくなってます。で、最後に、あの、正しくなる。はい。まあ、それは一つ、あの、HSR の使い方。で、もう一つは、やっぱり、あの、あの人工知能ばっかりしたら、あの、物理的にあのインタラクションできないので、ちょっとコラボレーション、あの人間とコラボレーションの必要です。で、まあ、シグバースの方もあの結構あのバーチャルのヘッドセットでいろいろやってる、と思いますが、あの、まあ、うちもあの結構、マイクロソフトホロレンスで、
ロボットと、まあ、人間の、ポイントビューを、シェアします。で、例えば、その前の、概念、見える。あの、ロボットの場所概念、理解できたの場所概念、ホロレンズでミクストリアリティの中に、出せるで理解できる。で、それは大会の時、例えば。あとは、例えば、落ちそうなものをちゃんと整理してないのアイテムを学習したら、スタッフの方、ミクストリアリティで、それをすぐ理解できるかもしれません。だから、ロボットは理解していることをすぐ人間もすぐ理解できるかな。でも、その時、ちょっと、大会の時、まだ、モデルは、ちゃんとできなくて、あ、すみません、僕のポインターは。はい、そこはアイテムがありますけど、ロボットは結構ミスしました。でも、それも、そのミスも、すぐ理解できます。だから、人間は、それ理解して、ヘルプできる。で、もちろん、接客タスクなので、まあ、普通に、客さんの案内もできます。で、ミクストリアリティでそれをモニトリングできます。で、なぜこんなことをしてる？やっぱり新しいインタラクションやりたいので、やっぱりそのためにまずちゃんとロボットを、なんという perception、なんという見方、考え方、理解しないといけない。で、例えばこれロボットのポイントビュー。ロボットはセンサーでポイントクラウドとか 2D イメージ生成、まあ、想像できますが、僕たちは人間のポイントクラウド使ってないですね。でも、うちのシステムでミクスリアリティでそれを共有できる。だから、なんかそのロボットの気持ちと、まあ、人間の気持ち合わせて、なんか新しい、インタラクションできるかなと思ってます。はい。で、それをまとめたら、やっぱり僕たちはR ジャイロで、まあ、よく教師なしでいろいろ考えてます。理由は今のロボットは狭いタスクできますけど、で、その一つのタスクのために一つのデータセット、一つのモデル、一つのソリューション、解決。で、結局、そんなやり方で、まあ、確かにロボット、すべての機能決まってるですね、データセットで。で、結構しんどい。データが必要、スタッフも訓練が必要、なんか、コストは時間とお金もかかります。で、もちろん今、すべてモルティモーダル教師の、学習で、まだ一般的なロボティクスは解決できないんですけど、もうちょっと頑張ったら、多分一つのモデルで、一般な、タスク、片付けとか、キャスタマー、客さんの案内とか、できるかな、できると思っているので、まあ、そこに集中しています。で、すべて HSR で実装します。はい。OK、ちょっと長かったと思います。なんか、ちょっと大きい、長いの、まあ、自己紹介、大会の紹介と、まあ、HSR のユースケースだったけど、でも、やっぱりツールの目的で作戦を理解するために、まずそれちゃんと理解、しないといけない。さっき見たね、いろいろな、システム、いろいろなセンサー、いろいろなモデル、いろいろなチームメンバー、ありますから、やっぱりツールが必要。で、だから まあ、次の、セクションに入りたいと思います。まず、ツールの、まあ、条件、その大会の経験の上に、まあ、条件、リクワイメントを定義しないといけない。で、はい、さっき言った通りに、3つの機構。例えば、それ2018年のメンバー、いろいろな知識のレベル、状況、研究員、マスターの学生、ドクターの学生、エンジニア、マナージャー。で、エンジニアの中にいろいろありますね。情報科学とか、メカニカルデザインとか。だから、みんな、さっきの例えば、IP の設定とか、みんな理解できないかもしれませんですね。これ、2019の、年のメンバー。結構なんか、いろいろなレベルがあります。
あと、だからそれは、一つの、まあ、問題じゃないんですけど、一つのことですね。で、あと、チームも結構国際なチームですね。で、まあ、ロボクバトーム参加するときも、みんな多分、オープンソースの、ソフトウェアとか使ってると思いますので、だから、その、国際なコラボレーションとか、まあ、大々必要ですね。で、あと、まあ、みんな多分自分の研究の実装できるけど、でもどうやってオープンソースのプロジェクトに、まあ、参加できる、どうやってコントリビューションできる、やっぱりツール分からなければ無理ですね。で、だからその国際なことも、まあ、問題じゃないんですけど、でもやっぱりちょっと考えないといけない。みんな日本語ができないかもしれません。みんな英語ができないかもしれません。僕は奈良先端大 の, このビデオはロボティクス研究室のガルシアと申します。僕の専門はロボティクスの中で、安全ロボットは人間と同じの環境を、共存して人間に当たらないようにとか怪我しないように大事なことと思ってそれを研究を始めて今までやっております。会社はお客さんは何が欲しい、いつも探してる、それはビジネスになると思います。研究者は面白いと か, なんか必要なものと思って研究やる、でも一緒にやったら本当に便利なものを作れると思います。ロトフィーと申します。立命館大学の専門研究員です。僕の専門は人工知能。前赤田さんと同じようにロボットは自分でいろいろ学ぶことをできるかうち の, 専門です。今回のチャレンジはすごく大変なチャレンジ。物体認識、音声認識、人工知能、ナビゲーション、セーフティー、まあ、全部インプリしないといけない。アカデミックの世界はね、よく論文会で、あ、これからロボットにインプリしたら、まあ、これとこれとこれできるはず。でもやっぱりそうではない。リアルワールドでテストしないといけない。今回の大会はすごい まあ、機会ですね。みんなと一緒にそれチャレンジできます。特にロボットが環境と接触するところ、ここをですね、どういうふうにケアするかっていうところに非常に苦労しました。コンプライアンスって呼ばれるようなバネとかですね、柔らかい材料とか、これを適切に使うことによって、タスクをこなしながらロボットが失敗しても大丈夫なようなものを作りました。これをやることによって機械がですね、機械学習とかするときに失敗しても AI が学習できるような形になるというふうに信じています。今までだとイノベーションって社内で閉じていてもできることが多かったんですけれども、特にソフトウェアとか AI の技術はオープンソースの流れが非常に増えてきています。要は外部の組織といかにうまく連携しながら開発をスピーディーに進められるかということが大事だと思っています。そういう意味でも若手の人材を最初から社内だけではなくて社外と連携できるような人材に育てることは非常に将来力になるんじゃないかと思っております。はい、あと、まあ、チームだけではなくてロボットもチームメンバーね、考えたらで、例えば新しいプラットフォームを作ったら、まあ、その効率的にその新しいプラットフォーム開発できるようにやっぱりツールが必要だから、それも、まあ、含めて環境を作らないといけない。で、さっきのコンプレクシティ、の話にちょっと戻ります。これはね、この映像は WLS2018 年の、Git の、まあ、ソースコントロールのビジュアリゼーション。後でちょっと説明しますですけど、大体、各丸い、ドットは、まあ、ファイル。基本的にファイルです。あと、ちっちゃい、まあ、人間の形も動いてるですね。で、まず簡単ですけど、すぐコンプレクシティはエクスポネンシャルで高くなります。で、時々、例えば今、リファクトリングしたコロナロックダウンみたい、急にまた、安心になるんですけど、でもまた、ちょっとメンテナンスしなければ、また大きくなる、大きくなる、大きくなるで、20人、チームは20人ぐらい、で、1人のメンテナーは、多分こんな、コンプレクシティのレベル自分で全然管理できないと思います。だからツールでちょっとメンテナンスしやすくなるためにやっぱりそれも開発作るときに、開発環境を作るときに考えないといけない。はい。だから、まあそれを考えて、
このうちのチームはこの requirements を定義しました。提案しました。で、一個ずつ説明します。まず、プライベートで、すべてのリソース、オンラインでシェアしたい。どこでもいつでも。特に今、これ2年前だったけど、でも特に今コロナで、すごく大事だと思います。で、すべてのコードはソースコントロールでちゃんと保存します。そしたらすべてのコードの、ヒストリーちゃんと守ります。あと、すべてのモジュール、共有なインターフェースにつながったら、みんな独立で開発できます。で、共有なインターフェースがあれば、すごくコードベースはすごくわかりやすい。アブストラクションできる。で、いろいろな機械、デバイス使えるようにツール、開発したい。例えば、さっきシグバースと同じね、Windows、HoloLens とか、ロボット Ubuntu、フレームワークも見れるわ、ROS とか、あと、バーチャルマシンで、本物も使いたいですね。さっきのシグバースのプレゼン、大体すべてあったバーチャルマシンのものをいろいろあったね。で、みんな、チームのメンバーの皆さん、同じ dependencies と同じ libraries のバージョンで開発しなきゃ。全く同じ。さっきも見たね、シグバースのプレゼンの時、いろいろセットアップしないといけないですね、dependencies。で、それ、例えば今日僕は今設定するで、半年後設定したら、また別のバージョンで、今動いているコードをまた将来動いているかどうかわからない。だから、いつもみんな同じ環境で開発できるようにツール作りたい。あと、やっぱり、マスターとかね、またはメカニカルエンジニアのそんなセットアップできないので、できるだけバッシュスクリプトとかで全て自動にセットアップしたい。そしたら、セットアップ、自動セットアップしてから、誰でもすぐロボットを操作できます。で、毎回何か変更したら、ちゃんと見えるようにツール、開発、環境を作りたい。で、特に何か変更したら、なんかテストとかでコンピレーションのエラーと、で、シミュレーションで、簡単なシミュレーションで、簡単なランタイムエラーも、ロジックのエラーを、見えるように環境を作りたい。で、最後に、時々コードをリリースできるように、開発を、システムを作りたいです。はい。で、はい。やっと。どうやって実装した?実は、うちのシステムはこれです。で、これ見たら結構、またコンプレクシティ大きく なれそうなと思ってますが、そんなに複雑ではない。で、少しずつ説明します。で、まず、大事なツールだけ紹介します。まずソースコントロール。いろんなシステムがあります。一番人気は Git。Mercurial もあるし、他のシステムがありますけど、大体みんな HSR コミュニティも Git で、よく開発します。で、Git はね、目的はそのコードの、ヒストリー、歴史を守るため。だから何か変更したらいつでも何か変更されたか見えるように、のシステムです。あと、コード動けば壊れたくないから、その動けるコードからブレンチ作って、で、いろいろテストできるように、ブレンチのシステムが必要。基本的には Git はキーみたい。で、例えば、よくある問題。学生は、よく学生、学部生。例えばこの Hello World とHello CPP と World の CPP ファイルから何か変更したら、いろいろなファイル作って、いろいろな名前で、で、例えば World.cpp と World2 の CPPA、そんなに難しくない。多分、コンペアしたらすぐわかりますけど、一つイテレーションだから。でも、Hello は、三つイテレーションだけで、もう、理解したければ、すべての RO を確認しないといけない。すべてなんかそこで変更可能性があります。だからすごく複雑。で、何、いつ、なぜの情報はすべてなくなる。で、Git のおかげで、ちゃんとその情報を守ってます。
で、その情報は自分の PC を保存できる。でもチームで開発したら、クラウドに、普通にクラウドに保存します。で、そのために、GitHub とか GitLab のプラットフォームがあります。はい。で、次、ソースコードだけで、なんか足りないですね。ソースコードありますけど、どうやって実行する？ね。やっぱり環境が必要。みんないろいろな、特にロボティクスの世界にいろんなディペンデンシーズとか必要ですね。だから、その環境をシェアしたい。で、昔みんなよくバーチャルマシンで、そのままバーチャルマシンをシェアして、で、みんな同じバーチャルマシンの中に作業してたんですけど、バーチャルマシンの問題は、そのバーチャルマシン、まあ、環境の設定、仕方、作り方、またヒストリーの情報なくなっちゃうね。作った人大体分かってますが、でも他の人はあまり分からないね。どうやって設定されたそのバーチャルマシン。だから最近コンテーナーというシステムでその環境をシェアする。で、コンテーナーの中に、コンテーナーはホスト PC、自分の PC の中に動いてる。で、その PC のシステムとコンテーナーのシステムは独立してますので、コンテーナーの中に、まあ、何かディペンデンシーとか入れたら、なんか、ホスト PC しても関係ないので、とても安全にテストとかできる。で、あとそのコンテナの作り方、の情報、すべてテキストファイルの中に、まとめているので、それ Git に保存すれば、まあ、みんなの、チームメンバー、その作り方は見えるでシェアできる。例えば、具体的に、まあ、チームがあれば、PC1、PC2、PC3 のみんな自分の PC 持ってば、自分で設定したらよくバージョン違う。だんだんバージョンアップされるから。で、時々コンパイルできる、時々コンパイルできない。でも、すべてのライブラリーコンテナーの中に入れたら、で、そのコンテナーをシェアしたら、みんな全くの同じバージョンで開発できます。Docker は Docker というコンテナシステムそのためです。で、あと、まあ、最後大事なツールは、まあ、GitLab。まあ、GitHub もありますね。で、大体すごく似てる。だから、このプレゼンは GitLab で説明しますけど、GitHub 使ってる人も大体同じ作戦できるはずと思います。で、GitLab はその Git の上にのオンラインのサービス。で、そのプラットフォームで Git を、使いながら、まあ、効率的なチームマネジメント、コードマネジメント、ディスカッションができる。あと、その、まあ、コードを保存できますが、コードだけではなくて、その Docker のコンテナーも保存できるし、あとドキュメンテーションとか、まあ、いろいろ保存できます。クラウドの中で。例えば、ちょっと、インターフェースのスクリーンショットを出しますね。これはコードの状態よく見えるですね。で、例えば、コミットの状態、コードの保存した時の状態。あと、まあ、キーみたいですね。だから、そのブレンチ。ブレンチはすごく見える。だから、誰がいつ何かを変更したか理解できる。あと、まあ、細かくブレンチの名前見えるし、まあ、さっき言った通りにそのコンテナーも GitLab のクラウドの中に保存できる。そしたらメンバーの皆さんのそのまま環境をダウンロードできます。何も設定しなくても、そのままダウンロードしてすぐロボットを使えます。あと、まあ、チームマネジメントのツールもありますし、このアクティビティ、誰が何をしたか、あと、まあ、ディスカッション、もありますし、はい、例えば細かいディスカッションはこんな感じで、まあ、ディスカッションラベル作るし、プロジェクトマネジメントもできます。例えばまあ、デモとか大会があれば、その、マイルストーンを、設置して、で、まあ、それみんなそのゴールのためにみんなコードを保存して、みんなと一緒にコードを進んでいきます。で、まあ、リレースのリリースの管理もできますし、あと、みんなと一緒にウィキ、スタイルで、ドキュメンテーション書けます。ドキュメンテーション大事。で、実はね、大会のプロジェクトは、まあ、50% は、はい、テクニカルのことですけど、正直 50% はコミュニケーション、ドキュメンテーション、そのヒューマンスキルズです。
だってチームあまり変わらない、チーム目的も変わらない、でも人変わる、あのエンジニアの、学生もまあ卒業するね、別のプロジェクトに行くから、だからちゃんとあの全てのドキュメンテーションあの守らなきゃで、自動のテストもできます。さっき言ってたね、あの、requirement。あの、もし何か変更したら、まあ、自動でテストやりたいですね。だから、あの、GitLab で、まあ、そのツールがあります。自動のパイプラインの、テストのパイプラインを見えますし、で、クロードの中、行っているテスト、あの、モニトリングできるし、で、あの、まあ、例えば毎週、あの、その、まあ、時間的にあの、テストも、できます。で、もちろん、まあ、いろいろな情報を見える。で、面白いことは、あの、やっぱりシェルスクリプトは結構いい、10% はバッシュスクリプト。それは、あの、実は、環境、ツールの、コードです。だいたい全部、あの、バッシュで書いてる。はい。で、ちょっと細かく、あの、説明すれば、まあ、まずロボットがありますですね。僕たちは HSR。チームもあります。チームの中に、いろいろな PC があります。本物とバーチャルマシン。チームが、まあ、みんな PC 持ってる。で、HSR なら、まあ、ロスで、そのすべての機械つながる。で、ロスは、あの、すべてのネットワークをやってくれるので、そのコミュニケーションを考えずに、モデュールを開発できます。それは一つのアブストラクションのレベル。で、次、まあ、みんな、あの、コード、ベースのコード、ソースコードを共有するために、GitLab のクラウドの中、Git で、コードを保存します。で、みんな、クラウドのサーバーから、そのコードをダウンロードできます。自分のマシンの中。OK? だから、それでコードソースを、シェアできます。こんな、さっきのあのスクリーンショットと同じく。で、大きなデータセット、やっぱりあの、Git であまり保存したくない、あの、思いから毎回変わるので、まあ、それ、僕たちは、別のサーバー、実はあの、トヨタのコミュニティサーバーで保存する。で、各のメンバーのマシンにダウンロードします。で、最後に、あの、まあ、コード、データセットあるんですけど、まあ、実行するために、あの、すべてのライブラリーズの環境が必要。だから、さっき言った通りに、Git の中に Docker のコンテナーの、イメージまたは、作り方のテキストファイルを保存すれば、またあの Cloud からその環境、各のメンバーの、PC に入れられる。だからあのちょっと Git と同じくあのサーバーから各メンバーの PC に入れられる。OK?そしたら、ソースコードデータセット、あの、環境、みんな持ってる、みんな同じシステムでロボットを操作できる。で、まあ、最後に誰かが何か変更したら、まあ、自動なテストしたいですね。僕らはあの、リーダーで、あの、リーダーはすごくなんかメンテナンスすれば難しいね。20人の作業の、あまりあの、全部あの、見えないので、誰かが、新しいコードを、プッシュすれば、だから赤アローですね。サーバーへプッシュしたら、サーバーから自動にクラウドの中、Docker コンテナを一回ビルドしてみて、で、環境ビルドできれば、その、あの、結果、イメージを保存して、で、次のステップは、あの、その保存したの、さっきビルドしたの環境と、ソースコードをユニットテストの中で、まあ、シミュレーションとか、あの、行ったら、ランタイムの問題とか確認できる。で、もし、あの、別に問題がなければ、もちろん全てシミュレーションであの理解できないんですけど、特に問題がなければ、やっぱりそのコードベースと環境、どかのコンテナーの悪くないので、作ったの、とりあえず保存したのイメージを、リリースします。だからまた次のイテレーションの時、あの、チームの各メンバー、最新の環境のバージョン取れる。で、最新のコードベース取ったら、まあ、絶対ロボット動ける。まあ、ランタイムのロジックエラーがなければ。
でも 99% はいける。はい。だからこんな感じで。でもうちょっとあの細かくあの見れば、Docker システムは、さっき言った通りにあの Git の中に Docker ファイルというのを、テクストファイルを保存されている。で、その中に全てのコンテナの作り方入っている。全てのディペンデンス。だから、いつでも、まあ、誰でもそれを見たら、大体コンテナの中入っているディペンデンシスとか、どうやって設定されたかわかる。あの、バーチャルマシンなら、理解しにくい。だから、テクストなので、もし変更したら、また Git でコンペアできるし、すぐ僕、理解できる。で、まあ、そのテクストファイルダウンロードしたら、自分の PC の中に、コンテナビルドできますし、または直接に、最新のイメージの、Git のクラウドからダウンロード、もできるし、だから、まあ、クラウドからその環境、すべての環境、取れます。で、最後に、このコンテナの中、Katkin Workspace、Git 入ってるの、Source Revision に入ってるの、すべてのロスの、ソースコードを、コンパイルしたら、で、Docker 取ったから絶対コンパイルできる。で、それで操作ロボットの操作できる。はい、こんな感じで。で、今までよくDocker コンテナーと Docker イメージちょっと言ってて混ぜてて、実はビルド、Docker をビルドするときに一つのイメージを作る。で、そのイメージをクラウドに保存できます。で、一つイメージから複数コンテナー実行できるインスタンスみたい。だから僕たちはイメージを作って、で、そこからコンテナー実行したい。まあ、普通に一つのコンテナーだけ使う。で、そのコンテナの中、ロボット操作できますけど、でも、例えばサーバーなら、まあ、複数コンテナ同時に、使えます。で、例えば、一つの、イメージから、リアルのロボットを操作するためのコンテナと、シミュレーションのためのコンテナ、使えます。そうしたら、リアルワールドテストしながら、時々ディバッグしたいので、まあ、その時シミュレーションの早くスイッチできる。はい。で、最後に、まあ、同じように、もっと大きいサーバーの、クラウドのインフラストラクチャーがあれば、まあ、いろいろな、コンテナー実行したら、まあ、その、各のバーチャルロボットの、経験、観察、まとめたら、面白いデータセットと、まあ、また転移学習モデルができると思います。最近それ、ちょっと、そこに僕はちょっと集中しています。はい。だから、はい。まあ、それはそのツールのメリット。で、もうちょっと具体的に、見たら、まあ、さっき言った通りに、すべて自動にセットアップできる、うちの環境で。で、各メンバー、ドキュメンテーションを見ながら、まあ、大体、スクリプトのコメントをコピーペーストしたら、セットアップできる。だから、まあ、何もわからなくても、すぐロボットを操作できる。で、ちょっと時間がなくなっているので、まあ、ちょっと早く、まあ、ちょっと飛ぶと思います。で、さっき言った通りに、その、ホストとコンテナは独立。例えば、右はコンテナの中にロスコア、出してみて、で、ちゃんと動いた。でも、左は、ホストマシンの環境でロスコア入ってない。だから、エラー出た。だから、本当にコンテナとホストマシンの関係ない。今、コンテナの中に、ロス動いてる。ホストマシンにロス入ってないのに。あとは、独立ですけど、いろいろ共有できます。で、便利のため、例えばファイルシステムあるフォルダーが共有できます。そしたらコンテナの中に何か、例えばテストファイルを作ったら、ちゃんと左に出ます。だから、ワークスペース、ロスワークスペースは共有したら、結構便利にファイル移動できる、保存できます。そのまま、コンテナの中で実行するファイルは、そのままホストマシンに保存されている。便利です。はい、ちょっと飛ばします。で、まあ、さっき言った通りに、すべての環境、コンテナの環境は、その Docker ファイルというテクスト、まあ、Docker ファイルというテクストファイルに、
書いてるのですごくわかりやすい。例えば、今コンテナに入って Vim をやってみて、Vim 出なかった。まだインストールしてない。だからコンテナの中に今 Vim をインストール中で、インストールしてから入れる。OK、コンテナの中に入ってる。で、ホストには Vim が入ってない。今確認した。で、さっきコンテナ、に Vim 入れたんで、で、そのコンテナ、そのインスタンスを消して、もう一回コンテナを作る。で、そしたら、新しいコンテナの中に、まあ、Vim 入ってない、まだインストールしてないですね。だから、どうやって、その、必要なライブラリー、保存できる。まあ、それ、Docker ファイルというテキストファイルの中に追加したら、今、追加してるんですね。追加したら、保存して、Git プッシュして、みんな共有したら、次、みんな、環境をビルドするときに、ちゃんと Vim が入ってる。だから、今、Docker ファイルを保存してから、もう一回コンテナをビルドして、で、今回、入ってからすぐ Vim 使います。今、コンテナに入って、更新したコンテナに入って、で、すぐ Vim 出る。だから、それで、ライブラリを追加できます。で、さっき言った通りに、複数ユーザー、コンテナ使える。例えば、ジョンのコンテナ。右は今、ジョンのコンテナで、左は、ジェーンのコンテナ。例えば。で、ジョンのコンテナの中に、今入ってるですね。入って、ジョンのコンテナの中に、今、ジェーンのコンテナ。今、全く同じ、その二つのコンテナ。ただ別のユーザー。でも、入ってる環境は全く同じ。でも、ジョンの、ところで、例えばまた Vim をインストールしたら、ジョンのコンテナの中に Vim 入ってる。使える。今インストール中ですね。今やってみたら、ちゃんと出る。でも、J のは、Vim、設定、インストールしてないから出ない。だから、独立に複数コンテナを使える。はい。あと、最後は、それ大事、まあ、シミュレーション。やっぱり、チーム大きいチームは、人数多くても、普通に、ロボットの、そんなに多くないから、みんな同時に、開発するために、シミュレーションが必要。で、うちの解決、開発システムで、まあ、コンテナの中でガジボのシミュレーション、できます。RViz のモニタリングもできます。まあ普通のロスツールを普通に使えます。で、これは一つのコンテナの中に、で、同時に別のシミュレーションやりたければ、まあ別のコンテナを、ビルドして、で、その中にも、シミュレーションできる。もちろん結構 GPU のリソースが必要ですけど、まあクラウドの中で別に問題がない。はい。で、まあ、最後に、ステートマシンで、一般的なコード、ハイレベルなロボットのコードを、実装します。まあ、理由は、いろいろなコードを、なんという、リユーズするため、ファンクションよりちゃんとステート作れば、結構後でレゴのブロックみたいに、つなげて、で、もっとなんか複雑なコードを楽に作れます。で、それは一般的なタスクすれば、サービスロボティクスタスクするときに、まあ、すごく助かる。だって、結構システム的にルートがいっぱいありますので、人間もなんかちゃんとそのいっぱいのルート見えるように、こんなグラフィカルユーザーインターフェースすごく便利。端末で、if else だけですごく難しいです。はい、こんな感じです。で、はい。まあ、さっき言った通りに、シミュレーション大事なので、うちの研究室の、まあ、3D で、3D モデル、作って、で、よく実は、まあ、僕の顔のカメラで、見えないんですけど、今見てる環境と、僕は、座ってる部屋は全く同じです。はい。これ飛ばします。はい。で、まあ、それ、ツールだったね。コード、機械、
冷たいものですけど、でも人間もいますね、チームの中に。でやっぱり人間 のマネジメントが必要、一番大事なリソースなので、ちょっとチームのメンバーのマネジメントも考えないといけないです。で大会の、参加したら、特に国際の大会は、結構厳しいね。バタンをしてから全部ちゃんと動かないといけない。で、その大会の環境もいろいろノイズがありますから、結構状況、厳しい、状況、ごめんなさい、状況じゃない、環境、ね、厳しいですね。で、NASA のテクノロジーレディネスレベル考えたら、レベル7ぐらい。だから結構レベル高いロボティクス。で、プロジェクトしながら、やっぱりみんな新しい知識、新しい経験をできるように、ちょっと考えないといけない。例えば、みんな別の、人間ね、別のなんか興味がありますけど、よくステートオフディアートの技術開発は、すごくメリットがありますね。そのため人が参加するね。または新しいツール、勉強するため。またはオープンソースのソサイティとコラボレーションするため。または自分 の研究と仕事をアピールするため。大会でディセミネーション、結果ディセミネーションできる。または訓練ね。別の場所で新しいことを試してみて、別の環境で、例えば学生は会社にいて、会社からのエンジニアのアカデミックに来て、それもメリット。で、それ考えたら、みんな、ウィンウィンになりますですね。みんな、面白いことはできる。だから、ちょっと、みんな別の興味があれば、それ、チーム作るときに、みんなのタスク上げるときに、それ考えないといけない。で、僕たちは立命館で、いろいろなコンペティション、大会のレイヤーで、知識作る、経験作る。例えば、シミュレーションの大会は、本当にファンのため、みんな楽しく経験いろいろ勉強するため。あと、ドメスティック の国内のコンペティションは、それはちょっとシリウスになる、ちょっといろいろなツール、教育目的ですね、いろいろ勉強させるため。で、あと研究のため、国際な、学会に行く。で、立命館はそのいろいろなレイヤーで、学生、でも学生だけではなくて、研究員も、それでみんな、訓練みたいなことをやってます。で、シャートテーマ考えたら、毎日ちょっとスラックとかでそのメッセージングのツールをシンクします。で、大事なことは、もう5年ずっとこんなことだった、コアタイム。毎週、火曜日、金曜日、同じ時間、朝9時からコアタイムになります。だから連絡しなくていい。みんなよくわかる。火曜日、金曜日、朝9時、みんなミーティングする。前回の時から何をやってたか、今日何をするか、これから何をしたいか、ちょっと5分ぐらいで説明して、で、これで毎週、シンクする。で、それはね、うちのチームは一番大事なツールかもしれません。GitLab より、Git より、Flexby より、ROS より、そのコアタイム、一番大事ツールだと思います。例えば、こんな感じで、大会があるときに、火曜日、金曜日、朝、コアタイム。で、それ以外、教育のための、他の、ロボケバトムとかの教育のコアタイムもあるし、で、時々、例えば、ティムナイスリスパナソニックなら、パナソニックのお客さんによく、ここで、開発しに来る。で、ロングタームも必要。モチベーションのため、ちょっと、ロングタームの目的も出さなきゃ、みんなに見せなきゃ。だって、チームは変わらない。人は変わるかもしれません。でも、チームの目的、ロングタームの目的がなければ、毎年別の、大会参加して、で結局研究の方向はロングタームの目的、だんだん見えなくなる。だから、僕たちは、毎年大会があります。で、その間、もしオープンキャンプスとか、または、ドメスティックの大会、ロボクバトームジャパンとか、あれば、そこで、最新のコードのバージョンチャレンジ出してみて、で、それで進んでいける。あと、もっとロングタームも、例えば、5年後の、大阪ワールドエクスポ
なんか出したいこと、まだ具体的にやりたいことを細かくわからないんですけど、でもできるだけ今作ってるプラットフォームを出したい。そこでデモしたい。だからそれを考えたら、大会に参加するでコードと、まあ、コードとロボティクスのプラットフォームを開発してます。そしたら、メンテナー、リーダーも、ちょっとリーダーは、もうそのプロジェクト、もう5年ぐらい進んでいくけど、リーダーの、モチベーションのためも、その、ロングタームのゴールがあれば、まあ、みんな、ちゃんと、まあ、研究も、進んでいける。で、研究、いたら、もちろん、大会の目的と、プブリケーションの目的、アラインしないといけない。で、例えば5年で、これはチンナイスリッツパナソニックの、ブックチャプターと、ジャーナル国際な学会の、論文。ちなみに次SII の時に、また発表します。だから毎回できるだけ大会終わってから、研究の結果をまとめて出さなきゃ。それもモチベーションのため、みんな、長くなんかレギュラリティで毎週ちゃんとコアタイム参加するように、やっぱり大会だけではなくて、他のね、デモのステップとジャーナルのステップが必要です。で、そのマイルストーンがあれば、まあ、チームは結構レギュラーで開発してる。大会の3週間前じゃなくて、ちゃんと少しずつ進んでいける。はい。このインタビューは、今まで言ってたことを、この方はパナソニックの、若手エンジニアです。Yes, it was a very precious experience. Not only getting skills in robotics, I could also get skills for communication in English. Before joining the team, I was not good at English, but in NICEThere is a lot of people from foreign countries, for example, Mexico, Belgium, Germany, Ecuador, and there are people who can't speak Japanese, so we have to communicate with them in English, and develop together. It was tough at first, but I could get used to English gradually, and I could improve English, at this level. Also,we use a global standard way of developing, for example, using Git or Docker. I think the way of developing in Panasonic may be traditional way. For future robotics development, it's necessary to join open source society, community, and cooperate with them. So it's important to run the global standard way.はい。だから、ロボティクススキルズと英語のコミュニケーション、まあ、国際チーム、国際な環境、グローバルの基準のやり方、開発やり方とオープンソースのソサイティのコントリビューションですね。はい。で、若い人だけではなくて、もっと年上、ちょっとシニアルエンジニアも、去年、大会終わった時、まあ、このメッセージが来た。This experience allowed me to grow.まあ、日本語でどう強くしていいかわからないんですけど、もっとなんかね、改善できました。もっといい人になりましたね。経験できました。こんな意味で。だからやっぱりもう40歳の方も、こんなプロジェクトに、いっぱい経験持ってるのに、こんなプロジェクト、こんなチームに参加したら、まあ、いろいろ、新しいことできると思います。はい、すごく嬉しかった。はい。で、あと、何分、あと15分ぐらい残ってますね。だからまあ、最後に、今トヨタ HSR のコミュニティの中に行っているエフォートと、まあ、これからのプロジェクトを、ちょっと紹介したいです。じゃあ、まず、HSR のソフトウェア開発、環境ワーキンググループの、まあ、仕事を紹介したいです。2年前、コミュニティの担当者は、いろいろの各チーム、各メンバーの大学に行って、で、いろいろまあ、聞いて、ちょっとサーベイして、で、エバリエーションの、レポートを出た。で、
彼はどうやってチーム内スリッツバランスに、どうやってこんなに効率的に大きいチームで開発できるかちょっと気になってて、でその時、まあ、僕は言ったなんか経験のおかげでいろいろツール作った。で結構そのツールのおかげで効率的に開発できます。だからでその後でなんかコミュニティの問題を理解して、やっぱりトヨタはいろんな HSR 配ってくれたんですけど、まあ、フィードバックあまり来ない。で、コミュニティの気持ちもあまりないね。なんか他のコミュニティメンバー、そんなに行動研究とかやってない、そんなに実装やってない。だからどうやってコミュニティもっとなんか、コミュニティっぽい気持ちになるように、どうすればいい？で、そのために、ソフトウェア開発、環境、ワーキンググループ生まれて、で、その、環境があれば、HSR、まあ、トヨタのエンジニアと HSR コミュニティメンバーの、まあ、ちょっと橋みたい、ブリッジみたい。で、その中で、共有な、開発ツール、あれば、まあ、そこで、まあ、みんなコミュニティパッケージ作れるかもしれませんですね。で、そのため、ワーキンググループは、共有な環境を作っています。で、今のメンバーは、こんな感じです。コアメンバー、まあ、6人ぐらい、で、テスター10人ぐらい。で、実は、去年、RSJ の時、2019年、プライベートのリリース、まあ、出て、で、まあ、リリースしました。で、テスターのおかげで、まあ、いろいろの、まあ、ディバッグできまして、で、今回の RSJ、来月、10日からだと思います。その、パブリックのリリースを報告します。で、次の、HSR のユーザー会、11月末だと思いますね。その時、パブリックのリリースをします。で、その、まあ、ツールか、環境の中、前紹介したまあ、スクリプトとか、まあ、楽に Git、GitLab とか、まあ、シミュレーション WLS の正式シミュレーター、パートナーロボットチャレンジのシミュレーター、フューチャーコンビニストチャレンジのシミュレーター入っているので、まあ、その環境で多分みんな知識そんなになくても、学生、マスターの学生はすぐ環境セットアップできると思うので、みんなすぐ、ロボット操作できるで、自分の研究集中に集中できると思います。だから、今日紹介したツール、まあ、再来月、ちょっと別のバージョンですけど、大体同じフィロソフィーで、同じシステムで、HSR コミュニティメンバーは、開発できるはず。もうちょっと待ってくれれば。はい。で、もし興味があれば、実は2年前の RSJ と去年の RSJ で、これから RSJ、毎回、プビケーションがあったので、その、今日の、その論文は今日のプレゼンのまとめみたいので、ぜひ見てください、興味があれば。で、最後に、もしもっと興味があれば、なんか、大会だけではなくて、自分の研究のため、自分のプロジェクトのため、ちょっとカスタムバージョンが必要。もうちょっと訓練が必要。もし、まあ、HSR コミュニティの、ソフトウェア開発環境は、まあ、GitLab とかでも、あなたたちは別のシステムで GitHub とかでやりたければ、実は、そんな、B2E の、まあ、ビジネスとエデュケーションのコンサルティングのサービスがあります。で、去年、そのため会社立ち上がって、で、もしカスタムソリューション、または大会参加するためアドバイスとか、もうちょっとその、経験者からいろいろ聞きたければ、まあ、ぜひ、連絡してください。その会社の目的は、みんな、自分の研究だけに集中しながら、
すべてクラウドの中で自動にテストされて、で早くコンピレーションのエラーとかランタイムのエラー、理解できるようにシステム、コンサルティングアドバイスします。Okay? だから、それ本当にもしコミュニティのソフトウェア開発環境足りなければ、会社でビジネスと関係でもっとコンサルティングアドバイスできます。興味があれば info@corobo.com にまでに連絡してください。はい。で、ちょっと早いですけど、そろそろこのプレゼンの、おしまいですね。次は、WRS2020 年、Team Nice Treats Panasonic に参加します。で、今回のプレゼンは、よくTeam Nice Treats Panasonic の話出てたんですけど、実は僕はチーム OIT リツにも、入ってるんで、パートナーロボットチャレンジに参加します。で、大体同じシステム、同じフィロソフィーで、そのパートナーチャレンジはリアルスペースとフューチャーコンビニストアチャレンジに、出ますので、もし他の、そのパートナーロボットチャレンジとロボクバトンのチャレンジすごく似てるので、多分、みんなロボクバトンシミュレーションやってる方は、シミュレーションの後で次のステップ、そのリアルワールド大会に参加したいと思っていますので、もしね、そちらも興味があれば、ぜひ質疑の時いろいろ声かけてください。いろいろ聞いてください。はい。で、それで皆さん、今日は吸ってくれてありがとうございました。本当に僕たちのやり方、100% 正しくないと思うんですけど、で、みんなからちょっといろいろな、聞きたい、別の意見聞きたい、別のやり方、みんな別のやり方開発してると思ってますので、だから質疑の時、または次の機会、大会の時も、そんな話にまた出たら、で、コミュニティで、もっと面白いツール作れば、結構大事、結構面白いと思ってますね。だって結局、皆さんロボット操作したい、研究進んでいきたい、セットアップとかあまりやりたくないから、みんなと一緒で楽にそのセットアップとメンテナンスできたら、すぐ助かると思います。はい。じゃあ、終わった。ありがとうございました。